SEVENTEEN のジョンハンがグループの振り付けが苦手だったと告白し注目を集めた。 SEVENTEEN の振り付けの難しさに対する SEVENTEEN のジョンハンの完全な答えがローリングストーン誌のインタビュー欄に掲載されている。最近 SEVENTEEN はローリングストーン特別版に出演し、 SEVENTEEN のジョンハンを含む13人のメンバーが特集されました。 SEVENTEEN のジョンハンはローリングストーン誌のインタビューでグループの振り付けに苦労したことを認めた。特にインタビューやこれまでに見たことのない SEVENTEEN の写真が満載です。限定コンテンツを含むその他のコンテンツも含まれています。ローリングストーン誌は SEVENTEEN メンバーごとに個別の Q&A プロフィールも作成しました。 SEVENTEEN メンバーはいくつかの質問に答え、 CA ラッド、 SEVENTEEN ファンの故障にさらに興味深い事実を教えてくれました。6つの質問の中には最も踊るのが難しい曲というものもあったが、ジョンハンの答えは SEVENTEEN メンバーの中でもひときわ目立っていた。 SEVENTEEN メンバーの多くは HIT、スーパーなどをダンスが難しい曲として挙げた。ジョンハンは具体的な曲の名前は挙げず、難しくない曲は見つからないと陽気に答えた。カリフォルニアラットはジョンハンの正直で面白い答えに反応し、ジョンハンの正直で率直な答えを気に入った。ジョンハンはグループの振り付けが難しいと感じていますが、ダンスは上手です。ジョンハンは努力の成果を証明し、優れたスキルを発揮しました。